どうもみなさん、こんにちは。今日は、ちょっとね、最近メインで使ってる4弦のジャズベースを紹介したいと思います。メーカーは、アトリエ G というメーカーです。バインディングですね。で、ブロックポジションですね。これ全体的に見ると。 こんな感じです。いいですよね。でね、このボディの色が僕すごく気に入ってるんですよね。本当にすごいいい色です。これね。ちょっと動画だと。なんかベージュに見えるんですけど、もうちょっとべ実際の生,生の目で見たら肉眼で見たら、えー、もうちょっとこう濃い肌色みたいな感じです。 バインディングですね。で、ブロックポジションですね。これ全体的に見るとこんな感じです。いいですよね。で昔、このベースのサウンド動画もあげたんですけど、スペックとか、こう、仕様とか年代とか、詳しいことは言ってなかったので、えー、再度レビューをしたいと思います。で、バダスですね。 昔、えー、バダスに変えました、えー、まだですねこれねえっ、ー、と本当はこれ実はですねえっ、ー、とボディは70年代のフェンダーなんですよねフェンダー USA なんですけど、まあ、正式な年数は忘れましたねえっ、ー、とこれ指板がねもともと付いてたフェンダーのネックの指板がローズだったので えっとまあ、70年代のどこかだと思うんですけどリアル本当はフェンダーのネックをね、えっと、当時アトリエ G にあのマスヒノさんっていうビルダーがいたんですけど、まあ、日野賢治の兄貴ですねがいらっしゃったんですけどえその人が。 えー、いた時にベーシックでアトリエ G のネックをつけてもらいましたでですね本当はフェンダーのネックをリサイクルして使えればよかったんですけど当時ねフェンダーの貴重性に全く気づいていなかったこの私はですね「もういらないですアトリエ G のネックつけてください」ってその時アトリエ G がすごく好きだったので、えー、それに軽く言っちゃったんですけどねえー、っと <laughs>。 今では <laughs> ちゃんとリフレットしてんならこの穴埋めもちゃんときれいにやってえちゃんと活用すればよかったななんてすごく後悔したこともあったんですけどこれがですねまあ使っていけばなんかやっぱり楽器って変わってくるもので最近はすごくこうもうザ・アッシュ・メイプルっていうすごいいいサウンドを出してくれるようになってきたんですよね。 やっぱ楽器はこう使っていって変わるってこともありますよね。まあ、あとはスペックはですね、もちろんこれ純正なアトリエじゃないんで、えっ、ー、と、ボディはフェンダーですので、ピックアップはもちろんアトリエのピックアップじゃないです。ピックアップはセイモアダンカンを付けてます。一番あのセイモアダンカンで、あの、一番シンプルな 素のの音音がが出出るるザ・ジャズベースって感じの音が出るピックアップですね。これすごく僕気に入っていてすすごくいいです前ライブでこれを使った時にお客さんがねやっぱりアトリエからこのサウンドが出てくるっていうのは想像つかなかったのかこれ本当にアトリエですかってお客さんに言われたことあったんですけどそのぐらいこう印象が変わります。すごく あのいいピッックアップですでパワーもあるしねベーシックにいてこれ全部中身新しくしてもらいましたコンデンサーもなんかしんないけど変えてもらいましたねちょっとな何が何に変えてもらったか忘れましたけどもう古かったんで全部新しく変えましたで当時はまだバダスがありましたのでバダスをつけてこのザグリはですね自分で掘って入れました だからちょっと雑ですけど、ちゃんと調整できます。これ、マスヒノさんにも言われましたけど、やっぱちょっと開いちゃうんですよね。でも全然支障ないです。むしろいい音です。なので、ちょっと気持ち隙間が開いちゃってますけれどもね。あとね、この、ピックガードの色も気に入ってます。すごくこのカラーと合ってて。で、最近、えー、すごくいいなりが、 しますので、えっ、ー、と、それも自分の中でいろいろ研究して、ゲージもかなりいろいろ試しました。もうネックがね、結構もう、これね、20年ぐらい前ですかね。だから20年ぐらい経ってるんで、ボディはもっと古いですね、70年代なんで。なので、ネックはもうね、 ほとんど動かないです。だからすごく安定してます。なので細い弦貼っても太い弦貼ってもあんまりコンディション変わらないんで細い弦をゲージを貼ってます。確かこれは40とかかな。で、これが100ぐらいですね。細いゲージを貼るようにしました。そうしたら結構ね、ボリュームバランスがすごく整ってきていいなと思います。で、これは皆さん多分知ってる人は 知ってると思うんですけど自分のお気に入りの弦を自分の持ってるベースたちに貼りたいっていう気持ちもすごくわかるんですけどやっぱ楽器によっってねねね弦はね変えた方がいいいかもしれないです、ね、やっぱりその楽器の良さを引き出してくれる弦のメーカーっていうのがやっぱりあると思うんですよね。僕も弦に関してはいろいろ悩みましたし僕も楽器ごとに弦のメーカーは変えてたりします。これはダダリオ とあと、ダンロップっていうのもこれで使ってます。この基本的ーメーカーでアトリエは使ってたりしますね。で重量は4.5ですね、えー。最近の僕の軽量群と比べてもう 1kg ぐらい重いので、遠出に持ってくのには大変な楽器なんですけど、やっぱり本当にすごくいい音が出て、 で、しかもね、パッシブなんで抜けもすごくいいんですよね。なんでこれ一本あれば、ホールでもできるし、反響がこう大きい、あの、教室のスタジオとかでも全然使えるし、もちろんスタジオでも使えるし、練習のね、すごく抜けが良いです。で、4.5あるので、音の重心もね、あの、抜けるんですけど、結構太い音が出ますね。だから、なんでもうこれ一本持っていけば、 あ大体大抵の現場は乗り越えられますかねあとは重いっていうだけかなでペグはですねアトリエベーシックに行った時にこれに書いてもらいましたちょっと重いペグですかねこんな感じですペグはねもしかしたらこれから買えるかもしれないです やっぱりヒップショットウルトラライトとかあの辺に変えたいなとかいう考えがあります。あとは僕本来このマーカスミラーがつけてるようなこのフェンスですね。僕あんまりフェンスね得意じゃないんですけど見栄え上なんかこの色とボディの色となんかこう合ってるような感じがしてまあ完全に見た目でつけてます。なんで本来ない方が実はやりやすいです。<laughs> もともとフェンダー70年代の純正のピックアップがついてたんですけど今もねもあの取っておいてあるんですけどカップフロントピックアップがねちょっとダメになっちゃったのかなあのそれなんで交換したんですけどセーモア段階にしてすごく良かったですまたあの純正のフェンダーのピックアップもねいつか修理に出してちゃんと元に戻して何かのジャズベースにつけてみようかななんても思ってるんですけど皆さんも楽器買う時ですね 今すごくベースっていうか楽器がものすごい値上がりをしているじゃないですかなので中古とかでも全然いいとてもむしろ今なんだろう本当に昔のようなクオリティの木を求めるとしたら多分1.5倍とか2倍ぐらいを木材費でね買わなきゃいけなくなるんで。 ここうやって昔のこの楽器をね、あの中古で買ってカスタマイズした方が、まあ、コンディションにもよりますけどねいいような感じしますね。俺は最近そう考えてますけど以上今回は、えー、アトリエ G ですねの僕の最近仕事で使ってるメインベースの紹介でした。